宙の常識を覆すような研究がここ北九州で進められています。まるで旅客機のように地球と宇宙を何度も往復できる、その名もスペースプレーン。一昨年引退したスペースシャトルは莫大な燃料を積んだ使い捨てのタンクとロケットが必要で、巨額の費用がかかっていました。燃料タンクが一体化したスペースプレーンが実現すれば、発射コストは劇的に安くなり、宇宙遊覧はぐっと身近になると期待されています。取り組んでいるのは米本光一教授59歳。そして開発を担うパートナーはなんと教え子である学生たちなんです。宇宙開発はある限られた人がやる、特権的にやるものではなくて、いや、みんなが実は参加できると、それこそみんなの宇宙になる。夢の原点は26年前、あのはやぶさの川口純一郎博士らと開発に挑みながら諦めざるを得なかった悔しさ。四半世紀を経て米本教授は未来を担う学生たちと再び宇宙を目指しています。夢を夢のままにしておかない男と学生たち、七転び八起きの記録です。